テニス加藤美優の失格騒動を日本協会のコメントに批判の嵐選手を守る気が感じられない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テニスの四大,大大会全仏オープン女子ダブルスで起きた加藤美優ザイマックスアルディラスーチャリインドネシア 組の失格騒動をめぐる日本協会の対応にネット上では疑問の声が相次いでいる。女子ダブルス3回戦で加藤が試合途中に相手コートへ向けて返球したところボールガールに直撃。審判は一度は警告を与えたが対戦相手のマリエブズコバ。 チェコ、サラソリベストルも、スペイン、組が、不審に必要な抗議をすると、最低は失格に変更され、賞金やポイントを得ることができなかった。加藤側は失格の判断を不服として提訴していたが却下。世界で大きな波紋が広がる中、日本協会の土橋俊久専務理事は、16日に公式ホームページを通じ、女子ダブルスで、 恋でない行動により失格となってしまったことは残念でしたが、同時に大会側が下した判断については、現行のルールの中では従わざるを得ないと感じています。との見解を公表した。しかし、ファンからは、選手を守る気が全く感じられない。 本当に情けない、日本のスポーツの協会や連盟って選手を守ってくれないイメージ。協会が選手を守らず、誰が守るんだよ。呆れるようなコメントしか出てなくて腹が立つ、などと批判の声が目立っている。 加藤は15日に自身の SNS で、全仏オーブン、ローラン・ギャロスでは私に罰金を課せられ、賞金とポイントを得るための訴えも却下されたので、私にできることは前を向いていくことです。次の目的地はベルリン、と前向きな思いを綴っていた。東スポウェブ、日本テニス協会の加藤美優失格に対する生命にファン、納得するまで抗議を、 残念です。当然、女子テニスの加藤美優、ザイマックスが全仏オーブンの女子ダブルス3回戦で失格処分を受けたことについて、日本テニス協会が公式ホームページで従わざるを得ない、と声明を出した。今回の処分で加藤はポイントと賞金を募集されたが、審判が当初の判定を相手ペアの抗議で覆したことや、 危険行為、基準の曖昧さなどが世界的に批判されている。日本テニス協会の声明を待っていたファンも多く、ツイッターなど SNS では、納得するまで抗議をした方が良いと思います。キャス、スポーツ仲裁裁判所に訴えることはできないの、残念です。うーん、納得ができません。 審判の判断が選手からの抗議で変わるのはおかしい。協会としては当然の判断ではないでしょうか。と様々な意見が見られた。ルールに足りないものがあるならば踏み出してよりよく変えていこうと考える人がいる一方、ルールは変えてはならない守り抜こうと考える人もいます。スポーツ界だけではなく社会全体を見るにつけ、日本人は校舎の人たちが多いでしょう。 ただ今回のケースはルールを変えないでもビデオを確認するなど運用方法の改善でも対応できるにもかかわらず何も踏み込めない日本のテニス協会は事な彼に見えても仕方ないかなと感じます。この姿勢が特に欧州の競技で日本人選手の不利を感受し続ける原因の一端と考えます。協会には処分の傾聴を論じて欲しかった。 加藤選手は不注意にせよ、プレー外で第三者にボールをぶつけてしまったことに対しては、処分を受けざるを得ない。しかし、その処分の重さが妥当でないこと、上場借量の余地はなかったのかレフェリーの状況判断の手順に不足はなかったのかについてを、徹底的に争う姿勢を見せてほしかった。 個人的にキャスノップドに提訴するのは競技活動に影響も大きいだろうから、加藤選手本人が行うのは無理だろうが、代理人を立てるなど、協会が支援することはできなかったのかとも思う。ちと、弱腰に過ぎるという印象。ポイントも賞金300万以上も軽くはないしまして罰金まで課せられてるとのことだ。し。 混合で優勝してなかったら競技への影響も相当だったのでは野球でもそうだけど選手が審判の判定にどうしても納得がいかず、審判に食ってかかっていきそうな時に監督が代わりに体を張って抗議していくくらいの危害がこの場合テニス協会にやってもいいんじゃないの 体晴れとまでは言わないけど、結果はどうあれ覆らなくても、こちらの考えや説明を求めるなどのアクションはあってもいいと思うんだけれど、どの競技でもそうだけど日本人選手には力強いバックがついてるってチラしめないといつまで経っても日本人軽視はなくならないと思う。こんなに選手に対してフォローがなく、 選手泣かせだと選手に負担が大きすぎてそのスポーツを目指す人もどんどん減っていくよ。